鹿児島県出身。言葉を大切に語る。文字に声を与えることで広がる。言葉の世界を聞き手と共有する。言葉を伝える手段について変化を恐れない。語りたい事柄に出会えば、自ら取材し、原稿に起こす。語り手、池田明夫の語りのスタイルである。KTS 報道番組のアナウンサーとして6年間在籍。退社後。 言葉を語ることの可能性を広げるため、子供を対象に昔話を語り聞かせる活動を10年以上続けながら、難解な言葉で歌われる、アマの島唄のライブに、ストーリーテラーとして参加。ジョルジュ・バタイユ原作、マダム・エドワルドを、ハイブランドのドレスをまとい朗読する、ビジュアルリーディングショー、情熱的な音色のバンドネオンと共演し、愛を求める女性の心情を、 詩や物語を語ることで表現し、新しい可能性を体現し続けてきた。最近では、地元鹿児島の英雄、西郷糸を題材に、神町言葉で語る、西郷糸の物語をシリーズ化。神町言葉とは、かつて、薩摩の上流階級の女性が使っていた優美な、薩摩言葉で、地元のお年寄りから池田が学び習得した、池田独自の語り口である。 源氏物語や平家物語を題材に、方角を伴奏にした新たな境地を開くとともに、フジテレビエグゼクティブディレクターの三宅啓介氏を演出家に迎え、さらなる境地を目指している。また、客船アスカニのゲストエンターテイナーとして、美ワやシャミセン対一のコラボレーション、源氏物語、つれズれ草を披露し、好評を博した。声。 仕草、衣装にも心を砕き、聞き手の感性を刺激する語りのパフォーマンスを続けている。ありがとうございます。